はい、こんにちは。今日はですね、安倍首相が23日、本日ですね、夏の催し物の延期の判断について言及したニュースについてお伝えします。まずはニュースを読んでまいります。安倍首相延期を容認、アスリート第一。安倍晋三首相は23日午前の参議院予算委員会で国際オリンピック委員会 IOC が感染拡大を踏まえ夏の開催の延期を検討すると発表したことに関し、仮にそれ予定通りの開催が困難な場合にはアスリートの皆さんのことを第一に考え延期の判断も行わざるを得ないと述べ容認する考えを示した。首相は中止は選択肢にはないという点は国際オリンピック委員会 IOC も同様だとも強調した。自民党の佐藤氏への答弁。安倍首相の答弁は至極当然でありまして適切な判断だと思います。内閣官房のホームページでは感染拡大を防ぐためにはですね、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場所というところへの不要不急の外出を避けるということが重要であると注意喚起されています。で、今申し上げました3つの条件が揃う場所というのはクラスター集団発生のリスクが高くなると思われます。ですので、この3つの密が重ならないようにする工夫をするべきであると日本の首相官邸厚生労働省は注意喚起しています。こうした観点から考えましても夏の開催の延期という方向性は、世界的に見ても支持を得られると思います。で、今後はどのくらい延期するのか、あるいはどのくらい延期するべきなのかという議論も本格化するのではないかと思われます。で、やはりそうした議論をする際にですね、考えるべきことっていうのはいつ頃ワクチンができるのかということだと思います。で、現状各国の製薬会社がワクチン開発を進めています。で、代表的な製薬会社の、そのサイトとか見てると、基本的には12ヶ月から18ヶ月後に実用化を目指しているという製薬会社が、多いように僕が調べた限りは思います。ですので、これは一つの考え方なんですけれども、こうした状況を踏まえれば、今年夏の開催ではなく2年ほど延期するというのが、アスリートファースト、あるいは人々の健康と安全を優先して考えた場合にですね、あくまでも考えうる一つのオプションだとは個人的には思います。で、こうした状況下、3月22日 K1 が開催されました。日本経済新聞を読んでまいりますが、国と県が自粛要請の K1 開催、埼玉県知事残念、感染拡大を受け埼玉県と国が開催自粛を求めていた大規模格闘技イベント K1 ワールドグランプリが22日さいたま市で予定通り行われた。大野知事は同日会場前で報道陣の取材に対し、要請に強制力はなくあくまでお願いだったが聞き入れていただけなかったのは残念と話した。県によると午後6時時点の来場者は約6500人、昨年3月の同じイベントには1万人以上が集まった。会場の埼玉スーパーアリーナを保有する県は複数回にわたって主催者側に自粛を求め、21日には西村経済財政再生省が知事に対し改めて自粛を促すよう要請していた。主催者側は来場者へのマスク配布など万全の対策を取るとイベントを開催、客席数を減らして換気するなどしたほか、感染者が出た場合に追跡調査を可能にするため入場者に氏名や連絡先を記入させる対応を取った。同県川越市から観戦に訪れた30代の男性会社員は、払い戻しができないと聞いて来場した、試合は楽しみだが多くのイベントが中止になる中特別扱いのようにも感じると複雑な表情を見せた。アリーナでは今年2月以降コンサートなど多くのイベントが中止や延期になっているというニュースなんですよね。で、これにはちょっと2つの見方があると思っていまして、大型イベントの開催を中止するということは、その中止する方からしてみますと企業としてはですよ、倒産リスクがあるということですよね。で、他方ですね、国民レベルの視点から考えますと、大型イベントっていうものを今この時期に開催してしまいますと感染拡大が起こるリスクというものがあるということです。ですので、こういうイベントの主催者側といいますかね、イベントを開催する企業としても、感染拡大を防止するということに全力を尽くしたいんですが、倒産はできないという状況下での、苦渋の決断をせざるを得なかったという側面も
あったということなんでしょう。ただまあ僕は個人的には今回 K1 の開催が強行されてしまったということに関しては、埼玉県知事と同じ考えです。非常に残念なことだなと個人的には思っています。やはり日本が今ここ1ヶ月以上感染拡大を防止するために日本国民一丸となって、まあ不要不急の外出を避けるということをやってきた中にあって、まあこういう大規模なイベントが開催されてしまったっていうことには個人的には残念な思いがあります。ただ先ほど申し上げましたように、まあ企業としても複雑な事情があったということなんでしょう。でただですね、まあこういう重大な判断をやっぱりその民間企業にさせてしまうということに、まあ限界があると思うんですよね。僕はね、このこういう重大な判断を民間企業に決断させてしまう状況を作っているということに、まあ僕は残念な感じがします。ですのでやはりここは日本政府が損害は補填するなり保証するから大型イベントは中止すると、まあ、思いっきり言ってですね、こうした大型イベントはしばらく、まあ開催しないという方向に日本政府がまあ決断をしてリードしていくという局面に来ているんではないかと僕は思います。ですのでこういった重大な決断をやはり企業にさせるんではなくて、日本政府がもう表に出て決断をするということが求められているんではないかと僕個人的には思います。個人的にはその今日本政府が医療崩壊を招かないように行っている対策とかってなりますよね。まあこうした大きな方向性っていうのはまあ正しいかなと個人的には思いますけれども、もうちょっとリーダーシップを発揮するべきところっていうのもあると僕は思います。それで日本も今がですね、最も感染拡大を防止する上で非常に重要な局面だと思います。ですのでここは日本政府にはもう毅然と国民の安心と安全、そして平和な生活を守るという観点から、その毅然とリーダーシップを発揮してもらい、対策を実行していただきたいと思います。また日本国民がですね、我々一人一人行うべき予防対策っていうのは内閣官房のホームページに書かれておりますので、それをご覧いただいて参考にしていただければと思います。ありがとうございました。